ロスティスラブは、ロシア帝国海軍が建造した全土級戦艦である。国会艦隊用として全球、シソイベリーキーに引き続き一石のみ作られた艦であるが、武装を一新して新たに設計された艦である。設計には、同世代のペトロパブロフスク級をタイプシップに取り、副武装の搭載形式を、フランス式の砲塔に搭載する方式を、 採用しているため外観が酷似している。艦首から取られた本艦フランス式の副武装を砲塔にまとめたことにより守備線方向に 25.4cm 砲2門 15.2cm 砲4門が施行できた。本艦は当時の主流である平ら乾板型船体で艦首水面下に昇格を持ち、艦首乾板から全部乾板上に 1891年型 25.4cm 砲を連装砲砲塔に収め厚さ 254mm にもなる装甲が貼られた一基を配置。その真後ろから環境構造が始まり、司令塔を下部に組み込んだ箱型環境で両側に船橋を持っていた。その背後に中部に 装甲で覆われた見張り所が設けられた、ミリタリーマストで 47mm 砲や 37mm 砲が配置された、全部短脚章が1本立ち、その後部から機関区が始まり、断面が円形の2本の煙突を直列に配置している。煙突の周囲には管内への吸気用として着せる型の、通風筒が片言4本ずつの、計8本が立つ。 煙突の周囲は関西手置き場となっており、後部短脚章の基部に一基ずつついたジブクレーンにより運用される。二番煙突の後部に後部短脚章と後部環境が配置され、その後ろは後ろ向きに連装砲一基が配置された。複砲の 15.2cm 砲は連装砲塔に収められ、四基が一番煙突の両脇と、 後部短脚章の両脇に前後に左右に行きずつ配置された。この武装配置により前後方向に最大 25.4cm 砲2門15.2砲4門が施行でき左右方向に最大 25.4cm 砲4門 15.2cm 砲4門を施行できた。本艦の手法には1891年型 25.4cm 砲 を採用した。その性能は2、25. 2 5 2ラムの砲弾を、行三35度で16,836メートルの射程を得られた。不行能力は、行三35度、深く5度である。旋回角度は、守備線方向0度として、左右135度の旋回角度を持っていた。発射速度は、毎分一発であった。複方には全に引き続き、 1892年型1 5 2トル砲を採用した。その性能は、41. 4 1 4ラムの砲弾を行角20度で1 1 5 2 0ルという射程を得られた。不行能力は行角20度、深く6度である。旋回角度は開放状態であれば135度の旋回角度を持っていたが、上部構造物のために実際は、 戦改革に制限があった。砲の動力は主に蒸気機関と補助に人力を必要とし、発射速度は一発当たり一分を必要とした。ありがとうございます。